横になるよ、横に。それでいい、それでいい。これ大きさが分かるじゃん。立っちゃいかちゃんとちょっと両辺前出てるんだよ。立っちゃいか。あれ何あれ何あれ。はい、どうも、ジュンティーでーす。ジュンティーでーす。ヨトでーす。ごめんね、絶対やると思った。よそ見してんじゃねえよ。はい、というわけで楽しくね、撮影してるんですけども、はいはい、あの今回はね、過去にちょっと帰ろうっていう話をしたいんですよ。はいはい、ちょっとあの、なんだっけ、あの車に乗ってあの過去に戻るやつ、バック・トゥ・ザ・フューチャー、そうそう、のような感じで過去に10年前ぐらいに戻りたいんですよ。はいはい、いいですか、ちょっと待ってね。はい、で俺が戻りたいっていう理由、はい、こちら、あら、これ僕が約10年ぐらい前に持ってたビヨンドマックスキングなんですよ。これの時ってまあ本当に飛ばなかった、軟式って飛ばない世界だったんですよ。ちゃんと当たんないと飛ばないっていう感じだった。はいはい、はい、今のように飛ばないし、でこれちょっとロンティーしたいなと思って、当時やったことないしロンティーなんて、うん、ちょっと初公開、これちょっとロンティーします。はい、でせっかくなんで、あのあんま使ってないバットも紹介します。あの眠ってたバットね、こちらちょっと返し違いますけど、あのバトルツインっていう、はいはい、これ M 級だったかな、 M 級対応、ギリ M 級対応でね、はい、最初の M 級対応のバット、これが84センチのバットなんですけど、これもちょっと Z さんからお借りしたものなんですけど、うん、これ使っていって、もう一個あるんですよ。はい、こちら、こちらそんな古くないですけど、マグナインパクト、はいはい、ほんとカーボンですよね。これ大井君からもらいました。この3つを使ってちょっと打ち比べをしていこうかなと思います。まあカーボンのウレタン、ウレタンで、はい、そうですね。まあでもカーボンだけど、まあ結構最新な感じ、うん、新しめ。これがもう10年以上前のあの A 級化石ね。そうそうそう、 A 級で打ってた時のやつね。本当、ね、打球のこの何だろう、この打つところ細いし、ここもなんかすごいじゃん。そうね、ね、でしょ。でこれはまあ M 級最初のバットなんで飛ぶと思いますよ、まあ、一番これが飛ぶと思うんですよ、うん、で2番目今どっちだろう、まあウレタンながらこっちかなっていうところで、まあ、あと疲労がどんだけしてるかね。そうっすね。でまあちょっとさ、せっかくなんで、はい、順位決めようと、予想の順位、予想飛ぶ順、翔平がこの3つのバットを打ったらランキングでいきましょう、はい、ランキングね、はいはい、はい、いきましょう。俺1位バトルツイン、あ、これ1位、うん、まあ、や打感も、うん、打った感じも残ってないし、疲労ももちろんしてないだろうし、うんうん、まあほら、フルウレタンだしみたいな。そうっすね、っていうことを考えると、まあ1位かなっていう。1位本当に、翔平さんがさっき言った通り2位が難しいな。2位難しい、どっちだろう、どっちなんすか、2位。最新だけど、いいこっち、俺最新だけど、カーボン、めちゃめちゃ古いウレタン、俺2位こっちで、2位こっち、3位君は、いいっすか、これ一応1位にしていいっすか、これ1位にすんの、一番最新なんです、単純ですか、でもこれ、でもこれ M 級対応だよ、うん、これも一応 M 級対応、まあね、これ M 級対応のあれだよ、ウレタンだよ、まあですけど一応カーボンなんで、まあ飛ぶじゃ飛ぶっちゃ飛ぶじゃないですか、これウルタンで飛ぶっちゃ飛ぶよ。なんすけど、まあ、うん、新しい順でこいつ当てる気ないでしょ。で、1位、2位、3位で、あー、オッケー、了解了解。よしゃ、じゃあこれの時だけめちゃくちゃ変なもん投げまくろう。よっしゃ、じゃあそれでいこう。じゃあセンターに行こう、センターに行こう、よっしゃ、行こう、やっていきましょう、ゴー、よー、いやー、いいよ、はい、行こう。入ったー、リアルフラッシュすげえな、リアルフラッシュすげえな、バレたかー、ちょっと重いな、バトルスイン、これちょっと重たい、重たい、重たいかもしれない、85じゃないこれ、長くね、あっ、行く、問い当て、入った、いや先っぽ、今すごい先っぽあった、いやこれ今1位1位1位、もういいよ、いいっしょ、これもういいっしょ、いいっしょ、 Z のバトルツイン飛ぶぞ、これもういいっしょ、よー、10年前今のはバトルツイン先っぽっすよ、やばいでしょ、先っぽで 110m 超え、これも行くかな、行こう、これすげえから690ぐらい、確か軽い、軽い軽い、じゃああー、ドライブかかっちゃう、これな、飛ばなそうな感じするわ、飛ぶやん、いや飛ばないと思う、これ、いや飛ばないでしょ、落ちた、
お、第2位第2位です。最後の人伸びがやっぱりこの M 級の方だね、やっぱね。でもさ、110m 超えじゃね。でも一応 M 級との相性はいいと思います。マジ？めっちゃ飛ぶじゃないですか。10年前よこれ、10年前の飛ぶじゃないですか。いや飛ぶやん。いや最後伸びがないかもしれないよ。こっちですか。ほら、あと10センチあって。あーダメ、ごめん。あーこれはいくだろ。あーこれはいくだろ。入った。結局入るんだ。同率ちょっとね、限界感じたこれ。まあそうですね、興味がないなっていう感じでした。これちょっといくっしょ。うらー、いったっしょ。いや超えたっしょ。おっしゃ、第1位だな。これ1位だな、これ。いやーこれ無理だろ。1位いけ。カーボンで110は無理だと思う。1位いけ。今まあ良平の通りになってますよ。まあヒロトもあれでしょ。ヒロトも一応これが1位に2位3位だけど、まあこれが飛んだらそうっす。そうでしょ。で良平はこれが一応飛ばないって言ってるから。いや、かぶるのは良くないじゃないですか。まあね、面白くない。さあ飛ぶか、このマグナインパクト。飛んだら多分水野さんからすごい多分来ると思うから、マグナインパクト飛ばしたら水野さんからの案件来るんで、いやよし、しっかりショットして、いきますよ。はい、あっ潰れてなあ。いや飛ばない、これ絶対飛びが悪い。飛ばないと思う。強いライナーしかいかねえ。ダメかもしんない。いった。やぶれ。いやーダメだ、飛ばない。ちょっと失速してるんだけど。失速してます。お、いけ。いや、いた。あーマイカー失速してる。いやそんな飛ばないか。はい、そんな飛ばないんすか。マジか。水野から案件来ない。悲しい。飛ばして。飛ばしたら来るぞ。ちょっとこれどう。変直じゃない、でも飛んだよ今。エンタイトル。エンタイトルか。エンタイトルっすよ。エンタイトルでした。はい、あいけ。ねっねっ。あーきゃー。飛びますよ、飛びますよ、飛びますよ。おはまさか。え、軽くだよ今。今の今の。はい、お疲れ様でした。もう疲れた。疲れますよ。いや大町。いやいや、どうすか。結果発表第1位 Z バトルツイン。よいしょ。まあもちろんね、飛ばなきゃまずいじゃん、さすがに。この中で言ったら、はいはい、これすごい柄いいな。はい、第2位10年前ビヨンドマックスキング。はい、はい、第2位でした。はい、で最後に一番飛ばなかった、まあ、飛ばなかったって言ったとしても、今回ねセンター方向に打ったんですよ、うん、はいはい、110を超えないとホームランにならないんで、まあこれは超えなかったですけど、ちょっとこのレフトの方向で打ってみたら超えたんで、はいはい、まあもう結果どれでも飛ぶっていう話。このホームランの率で言ったらやっぱウレタンの方が確率は高いのかなって、うん、だ間を抜いてるだけで。ただ俺がこれやっただったから、多分君らは絶対無理。まあ本当に頭、あの内野の頭超えればいいだろう、うん、まあ僕ぐらいだったらまあ何でもいいと思うんですけど、僕がいっぱいいるわけじゃないと思うんで、君らみたいな人もいると思うんで、まあやっぱウレタン慣れした方が野球界というか軟式野球界で、まあなんか飛ぶ方がやっぱ楽しいからね。楽しいですね。
だからやっぱ10年前のバットがまああんまりこのバトルツインとは若干の比較、まあ、最後の伸びの比較差、はい、ぐらいで飛びをしたんで使える感じですかね。使えないけどね。使わないですか。うん、使わないでしょ。まあいいバットがあるから。レガシーもあるし、バトルツインもあるし、リアルなんとかもあるし、まあ来年もね、新しいバットがいろいろ出るっていう話を聞いてるので、はいはい、最新バットのレビューとかも今後していくと思うんで、よろしくお願いします。お願いします。はい。ます。というわけで、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。それでは、あいしょしょうへい TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。